タイムトライアルバイクタイムトライアルバイクとは自転車ロードレースのタイムトライアル競技チームタイムトライアル等に特化した競技用自転車である自転車競技選手は自転車ロードレースにおけるタイムトライアル種目において通常のロードバイクとは異なるタイムトライアルバイクを使用することがルールで認められている通常のロードバイクとは異なり多数のライダーが密集した集団での走行や ゴールスプリントなど高速域やハンドルさばきの難しい局面での使用を想定しておらず、操打性や駆け引きでの優位性よりも空気抵抗の小ささを重視した設計となっている。またハンドルが低くなりがちなその形状の特性上、途半にもあまり向かない。通常のロードバイクとの違いは前虚に暇がないが、最大の違いはハンドル部分である。 通常のロードバイクに装備されるドロップハンドルではなくブルホーンハンドルとダウンヒルバーと呼ばれるハンドル部品とアームレストのセットを組み合わせ装備する。4つの角が突き出したような形状のハンドル中央寄りにあるアームレストに肘を乗せ中央寄りにある2本のダウンヒルバーを握る体勢で自転車を漕ぐ。これらは上腕のみをハンドルに乗せることで空気抵抗の小さい体勢を長時間維持。 しやすくするための工夫である。外側のブルホーンバーは主にコーナリングや立ちこぎなどハンドルを振る必要がある時に使われる。外側のブルホーンバーの先端にはブレーキレバーが中央寄りのダウンヒルバーの先端には変速レバーが装着される。そのため制動と変速を同時に行うことができない立ちこぎへの移行が遅いと操作性はロードバイクには劣る。ホイールは 一般的には後輪にディスクホイールが、前輪にはディープリムホイール等が装着され、風にハンドルを取られない程度の最低限の操舵性を維持しつつ、空気抵抗を減らすための機材が使用される。その他、ブレーキ形状、装着位置の工夫、前傾姿勢が強いロードバイクよりも垂直に近い、角度のシートポスト、前方投影面積の最小化等を、 ライダーが高速巡航をするための工夫が随所にある。以前は、象形前輪のファニーバイクが多く使われ、チームタイムトライアル用ではさらに、フロントフォークを逆オフセットにしたものも存在したが、現在は UCI の規定により、ロードレースでは姿を消した。ありがとうございます。